私は愛媛県松山市でペインクリニックを開業しています。ペインクリニックの中でもヘバーデン結節外来や性交痛外来といったなかなか人には言えない痛みを専門に治しております。なぜヘバーデン結節外来だったり性交痛外来だったりこういうニッチな分野を見ているかっていうと、ね、胃がんとか大腸がんとか生きるか死ぬかの病気じゃなくって腰痛だったり膝が痛いだったり指が痛い肩こりだったり頭痛だったりそんなのではどうせ死なないだろうと思われていると、そうすると女の人たちはまあ我慢するしかないと、そういうふうな痛みに対して今まではもうどこの病院に行ってもですね本気で病気としても扱ってもらえなかったと。それでもまあヘバーデン結節にしても300万人以上の人が悩んでいると言われていますし、まあ、性交痛に至ってはですね40歳以上の女の人、性交のある女の人において2人に1人は重症度の差はあるんですけれども性交痛を感じられていらっしゃるという研究もあります。